エゾシカエゾシカ大量死エゾシカエゾシカ大量死では、明治時代前期に起きたエゾシカの大量死について説明する。北海道は、明治12年に2月22日から24日にかけて豪雪、それから1週間ほど経った3月4日から6日にかけて暴風雨に見舞われ、エゾシカが大量に閉死する事態になった。 エゾシカの死頭数は少なく見積もっても20から30万頭に上ると推定されている。エゾシカが大量死する前提として大量に生息している必要がある。1879年にエゾシカが大量死する以前の生息数をいくつかの資料に基づいて推定する。最初に1879年冬の狩猟や兵士によるエゾシカの死頭数を計算してみる。 箱館新聞明治12年3月26日号には、釧路周辺で10万頭を狩猟したとある。札幌県官業課年報第一回には、十勝国糸でエゾシカの角を16万本収集したとある。エゾシカの場合、角は、オスだけにあり、角沢1頭につき2箇所あるので、オス1頭につき2本の角がある。下が立って、十六万本の角はオス八万頭に、 相当する。メスも、オスと、同数いたと仮定すると、トカチ国伊東では16万頭のエゾシカが死んだことになる。エドウィンダンの文書エクスターミネーションオブザディアーには、イブリ国有仏軍ムカワ地区で政府から派遣された人たちが、エゾシカ5万頭から7万5近身分の骨を目にしたと、ある。クシロは、トカチ国の東にあるので、クシロで狩猟した10万頭は、 トカチ国糸で平死した推定16万頭に含まれることになる。トカチ国糸の推定16万頭と向川の5万頭から7万号近みを合計すると、21万頭から23万号近みになる。この死頭数には、お島半島や道北、道央、北見、網走などの地域の分は含まれていない。 北海道野生動物研究所の神崎上昇は1879年の大量シ以前の北海道全域でのエゾシカの生息数は50万頭の可能性があると推測している。1879年2月22日から24日にかけて北海道全域が豪雪に見舞われた。 函館では22日午後11時から降り始め、翌23日の夕方まで降り続き、その積雪量は約90センチメートルにも上った。函館港内の海も大荒れとなり、数百艘の船が破壊された。札幌では23日早朝から強風が吹き始め、その後雪も降り始め、夜には豪雪となり、翌24日朝まで続き、 その積雪量は約2メートルにも達し、人家の玄関が雪でうずもれてしまうほどであった。小樽では2月23日から24日にかけて豪雪となり、20軒弱の人家が倒壊し、山仕事のために入山していた人たち約20人が死亡した。根室地域では1879年3月4日午前から6日午前にかけて暴風雨と寒波に見舞われ、 雨は、落ちるとすぐに氷結し、地表一面が氷で覆われた。夕仏と猿、釧路の山中では大量のエゾシカが兵士した。無川、十勝、シャコタン半島のノロランでも、エゾシカが大量に兵士した記録が残っているが、その時期は、夕仏や釧路と、同時期と遂行できる。 エゾシカ大量死が起きた1879年の3月上旬の気象について国立局地研究所の神崎学は当時の大気の状態が逆転層だったのではないかと推察している大気の上層部の気温が下層部より高い状態になっておりそして当時は上層部の気温は摂氏0度よりも高く下層部は氷点下だったと考えられる このような大気の状態では、雨滴は、過冷却状態となり、気温が、氷点下の下層部でも雨滴は凝固せず、液体のまま地表に達することがある。氷点下の液体となった雨滴が、地面や、家屋の屋根に落下して衝突すると、その衝撃によって、急速に凝固して、氷となる。このことから北海道野生動物研究所の、神崎上昇は、 エゾシカ大量死の死因は、カレー客の右敵により、体温を奪われたための投資である、と考察している。カレー客の右敵は、エゾシカの体表に衝突した衝撃で急速に、氷結し、その氷は、エゾシカの体温を維持している、熱エネルギーを、凝固熱として消費し、そのような状況が3月4日から6日まで3日間。 続いたためにエゾシカは体温を維持することができなくなり、投資に至ったと考えられる。またこの3日間は、暴風雨だったため、強風もエゾシカの体温を奪う大きな要因になったと考えられる。エゾシカは2の3日食事を摂取しなくても死に至ることは、なく、また地面が凍結して、地表の草を食べることができない場合でも、樹皮を食べることができるので、 死因として餓死の可能性は低いと考えられる。ありがとうございます。